Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.20世紀ロックへようこそ。今日はブルースやサイケデリックロックの呪縛を解き放ち、ハードロックの新時代というか、後のヘビーメタルへと受け継がれていく新たな美学、様式美を形作ったといえるレインボーについてトークしていこうと思うんだけど、バンドの成り立ちとかメンバーの変遷みたいな話はぶっちゃけウィキペディアとか見た方がよっぽど詳しくて正確なはずなので、ひとまず今回は俺が大好きなアルバムだし、世間的にもバンドの最高到達点として揺るぎない評価を獲得している世紀の大傑作、ライジング虹をかける覇者の全曲トークを刊行することにしました。まあとはいえ、一応さらりとバンドの基本スペックに触れておくと、このレインボーっていうのはズバリハードロック東の横綱ディープパープルのギタリストリッチー・ブラックモアがグループを脱退後に新たに結成したバンドで、当初リッチー以外のメンバーは、まあ、無名だったりしたから、リッチー・ブラックモアズ・レインボーって名乗ってたと。なんだけどシンガーのロニー・ジェームス・ディオって人はもう化け物みたいな存在感を放つ強烈な個性の持ち主で、それこそメタル系シンガーの雛形といえるたけだけしい歌いっぷりだったり、そうだね、今日ピックアップするこのライジングってセカンドアルバムからはハードロック界のレジェンド級ドラマコージー・パウエルも名を連ねてたりってことで、もはやリッチーのワンマンバンドではない、なんなら三頭政治とか言われてたくらいのキングギドラ状態だったりっていう。なのでおのずと注目すべきポイントもその3人の高いプレイアビリティってことになってきたりはすると。あ、ちなみに今日たまたまこの動画に偶然たどり着いたぜって人に一応お伝えしておくと、このチャンネルでは20世紀ロック普及委員会ってなスタンスで、時代や国境を越えてロックネタの動画をガンガンアップしてるんで、ロック好きだぜとかロックに興味ありだぜって人はね、ぜひチャンネル登録しておいていただけたら嬉しいです。それでは早速レインボーのというかハードロックの歴史に燦然と輝くウルトラ大名盤ライジング虹をかける覇者の収録楽曲を1曲ずつチェックしてみようぞ。アルバムのオープニングを飾るのはもう本当のっけから前作より格段にパワーアップしたサウンドを印象付ける挨拶代わりにぴったりな曲、タロットウーマン。これいきなりネタバレ見たくなっちゃいますけど、イントロで最初に鳴り響くのはズバリアナログシンセで、それがまず予想外なんですけど、なんだろう、思いのほかたっぷり披露されるというか、ぶっちゃけギターの音が聞こえてくるのは1分を過ぎてからで、なんならシンガーが歌い出すまでにはおよそ2分を要するっていう、ちょっと近頃のトレンドからは考えられない贅沢な導入だったりすると。つうかロニー・ジェームス・ディオの化け物みたいな歌いっぷりっていうのはもうこれ1曲でヤバいレベルの存在感を放ってるし、重心の低いパワフルなドラムサウンドもそうそうこれこれって感じで、冗談抜きにこれ1曲でレインボーってバンドの魅力についてはご理解いただけるのではないかと。そうだね、このパフォーマンスが素晴らしいのはもちろんなんだけど、バンドとしてすごくまとまってるというか一体感があるんですよね。でそれがこう重たいだけじゃない、激しいだけじゃない、なんとも勇ましいというか魂を鼓舞するようなハードロック特有のうねりみたいなものにつながってるんだと思います。つかリッチーのギターはかなり控えめで、むしろシンセサイザーが前に出てる感じだったりもするんですけど、でもこの曲に関してはそれがベストバランスっていうか、リーダーとしての余裕かもだけど、リッチーがちゃんとバンド全体のことを考えてアレンジを整えてるんだろうなって、そんな気がします。2曲目はミドルテンポのソーヘビーな楽曲 Run with the Wolf。これ1曲目よりテンポを落としてる分さらに濃厚さが増してるというか、ほんと重たさ追求って感じなんですけど、でもどことなくディープパープル時代にあったんじゃねっていう、割と特徴のないというかオーソドックスな楽曲だと思うんですよ本来はね。なんだけどロニーのボーカルにしてもコージーのドラムにしても何たってパワーも存在感も規格外なわけだから、全然何の疑問も持たずただただすげーって圧倒されちゃうと。でちょっと遠慮がちに話しちゃってるかもだけど、このアルバムの中では正直は脇役っぽい感じだったりするのね。ただくれぐれも間違ってほしくないのは、ギターリフにしても歌メロにしてもめちゃめちゃ魅力的だしバッチリ完成されてるんですよ。ただいかんせん他の曲がすごすぎるっていう、ほんとそれだけの話だったりします。3曲目はいい意味でポップっていうか分かりやすい、その魅力を捉えやすい楽曲って言えると思う、スターストラック。これはもうイントロからしてキャッチーというか、めちゃめちゃ耳につく、耳に残るキラーフレーズって感じだし、なんならサビのメロディーなんて一緒に歌えちゃう、歌いたくなっちゃうっていうレベルの親しみやすさだったりすると。つかそれって演奏のパワフルさと双璧をなすレインボーならではの特徴だと思うんですよ。なので1曲目のタロットウーマンが挨拶代わりにぴったりみたいに言ったけど、とりあえず1曲だけ聴かせてって場合にはむしろこっちの方が
そのスターストラックの方がおすすめかもって気もします。あとこの曲に関しては感想のリッチーのギターソロがどう考えてもピンクフロイドっぽいっていうか、つまりデビッド・ギルモアのギターソロみたいに聞こえるってずっと思ってて、まあ、2人とも使用ギターはフェンダーストラトキャスターだったりするからそもそも音色が似てるっていうのはあるのかもしれないけど、でも毎回100発100中でうわ吹けよ風呼べよ嵐って思うんですよね。まあおそらくアンプリファイドしたスライドギターってだけなのかもしれないけど、でもひとまずピンクフロイドファンの方にはそこだけでいいんでぜひチェックしてみてほしいかなと。あとあの初期のラウドネスが目指してたサウンドっていうのは実はこの曲あたりの路線だったんじゃないかってそんな妄想をしてたりもしますね。こう重たいんだけど跳ねてるみたいなヘビーなグルーヴっていうものを狙ってたんじゃないかと。つか高崎明のギタープレイにしたって最初の頃はいかにもリッチー・ブラックモアの影響かって感じなんですよね。次は4曲目というか A 面のラストってことになるんですけど、キャッチーって意味ではこれが一番キャッチーだったりする Do you close your eyes って曲、なんだろう、露骨にアメリカンロック的というかおおらかで豪快なサウンドだったりして、それってレインボーとしてはちょっとどうなのよってなりそうなんだけど、もうそこは圧倒的なパワーでねじ伏せてるっていうか、バンドとしての一枚岩のパフォーマンスがむしろ高い完成度をもたらしてるっていう、逆に言うとこれぬるい演奏だったらめちゃめちゃ危険な匂いがしちゃいそうな、ほんとスレスレ楽曲だと思うんですよ。あくまで好みの問題とはいえ、なんなら ACDC みたいな大味なというかノリ一発で勝負みたいなサウンドを打ち出そうとしてるわけで、そんなの普通に考えたらレインボーの根底にある中世ヨーロッパ的な世界観とマッチするわけないじゃんっていう。なんだけどさっきも言った通り圧倒的なパワーを持って自信満々にプレイされちゃうと妙な説得力があるっていうか、これはこれでなんならレインボーらしいんじゃないかって、もっと言うとハードロックのメジャー化に貢献する新たなアプローチなんじゃないかとすら思えてくるのね。実際クワイエットライオットとかツイステッドシスターとかそのあたりのメタル勢に与えてる影響は絶大だと思うんですよ。つか LA メタルとか言われてたバンドは軒並みポップな側面を併せ持ってましたからね、そのあたりのバンドの原型というかお手本も実はレインボーだったんじゃないかって思ってたりもします。さてとここからは B 面だぜと。B 面は2つの長尺曲で構成されてて、まずはことさらに重たいミドルテンポの楽曲スターゲイザーが8分にわたって荘厳なムードを印象付けると。これパワフルなドラムにしてもシンプルなギターリフにしてもドラマティックに歌い上げちゃう感じにしても同時期のレッド・ゼッペリンと極めてニアな表現だと思うんですけど、とにかくハードロックを浴びてるっていう満足感がすごいっていうか、後半なんて延々リフレインなのに尋常じゃないテンションで迫ってくるから、最後まで本当飽きさせないし、そのどんどん引き込まれていくのが自分でわかるっていう、音楽性っていうものを捉えるときにその力技みたいなものを否定する向きもあると思うんですけど、でもここまで力強くしかもバンドとして一体感のあるプレーを見せつけられちゃうとそれってただただ圧倒されるし、もうほんと参りましたって感じになっちゃうんですよね。なんだかんだ言ってもヘビーなサウンドの根幹には肉体的なパワーが不可欠っていうか、こうビシッビシッって打ち込まれる一音一音が聞いてて単純に気持ちいいですからね。そうだね、未だにこのアルバムを聴きたいって思う理由のほとんどは B 面に凝縮されてるっていうか、ほんと俺にとってはピンクフロイドのエコーズクラスの異次元に連れて行ってくれる感じだったりもするので、ぜひ頭を空っぽにして試しに聴いてみてって思います。絶対癖になると思うので。で B 面の2曲目にしてラストソング、このアルバムのハイライトだったりもするのが Light in the Black って曲で、もう言葉にするのがバカらしいくらいに痛快っていうか、爽やかっていうのとは違うんだけど、でもスカッとするこうアップテンポで、しかもワンコード気味で押す感じとか超絶かっこいいとしか言いようがないし、もう全ハードロック楽曲の頂点ってことにしても俺の中では問題がない、そういうレベルの大傑作だったりすると。なので本当に聴いてほしいのは1曲目のタロットウーマンでもスターストラックでもなくこのアライトインザブラックってことになるんですけど、でもこの曲単体で聴いてほしくないっていう思いが意外と強くて、なんだろう、どう考えてもアルバムのラストソングとして出会うべきだし、少なくとも B 面から一つ前の重々しいスターゲイザーとセットで楽しむのが正解って気がするんですよ。その方がこの曲の持つ疾走感とか開放感みたいなものが際立つはずなんで。つかマジ8分間脇目も触れず駆け抜けるって感じの曲だったりするんですけど、感想とかめちゃめちゃドラマティックっていうかエンタメ性の高いサーカスみたいなプレイを披露してて、こう長い長いキーボードソロがフィーチャーされてるから、あ、鍵盤奏者の見せ場なのねって思ってると、その後でリッチーが出てきて全部持ってくっていう。そうだね、この曲のギターソロは濃ゆくて長くて聞き応え十分って感じだし、最後にはシンセとのユニゾンプレイも聞かせてくれて
たり、ソロパートの構成って意味でも後世に与えた影響は大きい気がするんですよ。例えば庄屋の、あの名音の野音でおなじみの庄屋のファーストアルバムにターロン・オブ・キングって曲があるんだけど、それとか絶対にこのアライト・イン・ザ・ブラックが下敷きだと思うし、瞳元気時代のバウアウのハリケーンって曲にしたって上手にトレースしてると思うんですよ。まあどっちも A メロからソロパートまでその最高峰のハードロックをお手本にして自分たちのサウンドに昇華してると思うんで、掛け値なしにおすすめだったりしますけどね。まあとにかくこの曲、このアルバムがレインボーのというかハードロックの最高峰ってことで、まずはそれだけ覚えておいていただけたらと思います。あのよくさ、何でも聞くねとか節操ねーなーとか言われたりするんだけど、それって長い年月の中でいろんなブームが自分の中にあったから今結果的にそうなってるだけで、その時その時っていうのはジャズしか聞かないとかテクノしか聞かないとか実は相当偏った聞き方をしてきたと思うんですよ。でハードロック、ヘビーメタルっていうのは本当最初期っていうかロックを聞き始めてる頃に触れてるものだから、理解度は浅いのかもだけど思い入れは深かったりしてさ、しかも最近になってその50過ぎてハードロック熱再燃みたいなマイブームが来てたりもするので、当面はハードロック濃いめでというか増量でコンスタントに動画をアップしていければなと思ってたりします。それでは今日はこの辺でベターなロックに乾杯。